マラビータは2013年製作のアメリカ合衆国、フランス合作のクライムコメディ映画、リュック・ベッソン監督、マーティン・スコセシ制作指式。出演はロバート・デ・ニーロ、ミシェル・ファイファー、トミー・リー・ジョーンズ。フランスのルマンディのとある田舎町にアメリカ人のブレイク一家が引っ越してきた。彼らは一見ごく普通のアメリカ人の一家のようだが、実は主のフレッドは 本名がジョバンニ、序盤に万象にという元マフィアで、家族ともども FBI の承認保護プログラムを適用され、様々な偽名を名乗りながら世界各地の隠れ家を転々としていた。FBI 捜査官のスタンスフィールドからはたびたび、目立たずに地域のコミュニティに溶け込むようにと言われていたが、一家揃って行く先々でトラブルを起こしてしまい、短期間で隠れ家を変える日々を過ごしていた。 ノルマンディの街に移ってからも、妻マギーはアメリカ人である自分の感性をバカにした店員のいるスーパーを爆破し、娘ベルと息子オレンは転入した学校で不良学生たちを袋叩きにしてボスの座につき悪行三昧。フレッド自身も気に入らない人間を半殺しにして病院送りにしていた。そんな中でもフレッドたちはんとかコミュニティに溶け込み、フレッドは 小説家として自身の反省を書き始めて人望を集め、マギーは近所の教会の神父に心を許すようになり、ベールは学校の教育実習生と初恋を経験していた。しかしウォレンが学校発行の新聞に父がマフィア時代にドン・ル・ケージと交わしたジョークを載せてしまい、その新聞が巡り巡ってアメリカの刑務所に週監中のル・ケージのもとに届いてしまう。 フレッドの裏切りで逮捕された、ルケージは復讐の機会を狙っており、部下に命じて、フレッド一家の元に殺し屋を差し向ける。同じ頃、マギーは神父にマフィアであることを告会したところ、悪魔の一家と蔑まれて拒絶され、ベルは失恋、ウォレスは学校内の悪行がバレてしまう。一家がコミュニティから孤立し始めたことを知ったスタンスフィールドは、 彼らを次の隠れ家に移そうと考える。FBI 捜査官たちが移転の準備を進める中、ルケージの殺し屋集団が隠れ家を襲撃し、彼らは隠れ家ごとフレッドをロケットランチャーで吹き飛ばすが、生き延びたフレッドは脱出に成功し、騒ぎを知った家族は殺し屋集団を逆に帰り討ちにして全滅させる。名前を新しく変えたフレッド一家は、 次の隠れ家に向かうため街を離れる。カッコ内は日本語吹き替え2012年3月にヨーロッパコープとレラティビティメディアは日本の映画を制作、配給する契約を交わした。マラビータは最初の作品で、日本目はケビン・コスナー主演のラストミッションとなった。原作は2004年に出版されたトニーのブナキスタの隣のマフィアで、脚色は リュック・ベッソンとマイケル・カレオンが担当した。ブナキスタ自身は映画制作に関与する意思はなく、彼はヨーロッパコープがアメリカとフランス両方に配給可能な映画を制作できることを分かっていたため、とても魅力的な話だったと語った。プロデューサーのビルジニー・ベッソンイコール氏らは、プロットは小説とほとんど同じであることを認めた。当初ベッソンは、 プロデューサーだけを務める予定だったが、適任の監督を見つけることができなかったため、監督を担当することに決めた。キャスティングする前、ベッソンは、原作者のトニーノ・ノブ・ナキスタが、ロバート・デ・ニーロとミシェル・ファイファーが役を演じてくれたら、完璧だ、夢のようなことと話していたと語った。ベッソンは常々、ベルブレイク役には、ディアナ・アグロンを考えていたが、アグロンは、 複数のオーディションを受けることになった。そして、アグロンは役を勝ち取った。グリー、グリーの出演者とスタッフは、アグロンが映画の役を演じるために、番組を離れることを指示した。デニーロが演じるジョバンニに、どこでもついていくペットの犬、マラビータ役には、エメロンが選ばれた。エメロンは、ドッグトレーナーによって訓練され、訓練中、エメロンと一緒に過ごしたのは、デニーロと、 トレーナーだけだった。グッドフェローズ終盤、街の映画館で上映会が行われた。ありがとうございます。